世界遺産航路、うらら号と原爆ドームアクアネット広島は、広島県広島市中区に本社を置く海運会社。1989年から第三セクター、広島リバークルーズが河川遊覧船を運航していたが、2002年2月に運航を停止し、3月には解散した。2002年6月にアクアネット広島が設立され、2002年7月から、 河川遊覧船事業を引き継いだ。2003年から元安橋東詰めの元安三橋と、2日市市の五福島宮島港3号三橋を結ぶ、世界遺産航路の運航を不定期便として運航を始め、2005年からは定期船として事業を行うようになった。2010年7月から、宮島港3号三橋と既存の JR 西日本、 宮島フェリー及び宮島松大汽船が発着する本土川、宮島口三橋よりも西にある宮島口西三橋の間で定期船を運航していたが利用客の低迷により2011年8月15日で休止していた11月から運航日を土曜日日曜日と祝日に限定して運航を再開した2014年3月から名称を宮島港大鳥遊覧港の都市 定期便の運航を再開した。運航は毎日行っている。これに伴い、宮島口西三橋から大野三橋へ三橋の名称を変更した。2018年4月から再び、宮島港大鳥遊覧航路の定期運航を休止し、繁忙期のみの臨時運航を行っている。2018年3月にマリーナホップと宮島を結ぶ航路の営業譲渡を受け、 同4月より定期運行を引き継いだ。ありがとうございます。